中に戻りやがった。貴様ら、俺を殺す。死にたいか。やった、大猿とか出ましたね。あとはもうベジータを倒すだけです。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。え、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとうな。やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの書もちゃんと元通りです。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね、トランクス。やっほー。あ、どうもお疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。あっ、こら、トーキー。ちょっとどこに止まってるのよ。トー、トー、何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。とても偉いお方なんです。これでも。まったくもう。あの、時の海王神様？ごめんごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。よろしくね。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦いいい感じだったわよ。君たちなかなかナイスコンビじゃない。ありがとうございます。ですが原因がはっきりするまで
事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な木を放つ二人組が時間を移動していろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。何を企んでいるのかわからないけど嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。舞い上がれ誘惑の雲、見下ろす遥か